愛するひなげしごきげんよう、マテ姫シェリです。本日もアクアリウム動画なんですけど、グッピーの稚魚をですね、今のところ簡易的に作ったコップの中に入ってるんですよ。今のところそれで大丈夫なんですけど、それがね、大きくなった時に中だと6匹じゃだいぶ狭いと思うんですよ。そこでですね、ちゃんとした隔離部屋を作ってあげようということで、こちら用意しました。こちらサテライトスリム S、 ちっちゃいやつですね。外掛け式の隔離部屋ですね。これね、便利なのが1部屋と2部屋で分けて使うことができるんですよ。だからいろんなのに使えるぞということで、まあ今回はね、グッピー6匹だけなんでね、1部屋でやっていこうと思います。こちらですね、チューブとエアレーションでつなぐことで循環して、酸素と新しい水がね、無駄なく循環できるようになっているので、こちらも一緒に用意しました。つなげるためのチューブとこちらエアレーションですね。はい、なんかよくわかんなかった、なんか種類が結構あったんでよくわかんなかったんですけど、低振動超静音ということで、あんまり音がねうるさすぎるのはちょっとあんまり好きじゃないので、ちょっとぴったりかなと思ってこちらにいたしました。はい、こちらサテライトスリムの中身でございます。細々とした部品がすごいんですけど、大丈夫かな、組み立てられるかな。わらわにまずですね、この本体、そしてまあフィルターですね、あとフィルター、あとこういうねフィルターみたいな感じのやつがちょくちょくあって、でもなんか細々としたなんかよくわかんない部品がたくさんありまして、これから組み立てていこうと思います。組み立てが終わりました。今回使いませんでした。これの先端にこれをつけるわけですね。はい、スイッチを入れてみた感じがこんな感じです。ここから、空気の入った水がチューブで流れていって、魚のところに届くという感じですね。ただ気になるのがエアレーションの音というよりは、こいつ自体のポコポコ言うのがちょっと気になりますね。はい、先ほどうるさかった、音なんですけど、こちらのエアボリュームでね、回して空気の量調節してうるさくなくできるんで、音が気にならないぐらいにしました。はい、いやーびっくりした、よかった。というわけで本日はグッピーを隔離部屋に移しましたという動画でした。では告知をさせていただきます。4月20日金曜日、 2.1 流が巣鴨市場でワンマンライブを行います。学生さんや仕事してる人なんかも来やすい20時スタートとなっております。ちょっと前回の動画で間違えて8時と18時間違えて18時と言ってしまったんですけど、20時スタートではい、やっておりますので、皆さんよかったらぜひぜひ、気軽に遊びに来てください。というわけで本日も動画見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さらばじゃ。